俺に道案内を頼んだ奴は、そなたが初めてだ。なぜってな、俺は、超いい加減な男だからだ。良い子は、交通規制を守りましょう。できれば、悪い子も守った方がいいですけどね。もうすぐ右方向とか、もうそういう感じにしとけばいいんじゃねえのその後さらに。右方向だってさ、一応伝えるだけ伝えだからな。 賞金稼ぎやってた頃も面白かったけど、ナビも悪くねえな。ちなみに、あと 1km 先。ダンディな交差点を大して変わりゃしないけど、ひとまず左方向な。調子ぶっこいてるとどんでん返し喰らうよ。とりあえず 600m 先。俺とお前の交差点を。方向は左らしいよ。ま、それはそれだよね。そなたに真実を伝える。あと、 200メートル先。ロマンが溢れる交差点を。左方向とか勢いで決めとけばいいんじゃねえのもうちょいで。なんつうか交差点をだな。左方向だってさ。早めに分かってよかったじゃん。あと1キロメートル。そうだ。1キロメートル。何が何でも1キロメートル走ったら。それなりの分岐。ざっくりぎっくり。左方向。 みんな、とんでもないことが発覚したぞ。なんだってこの先 !600 メートル走ったら人生を左右する分岐ポイント。大して変わりはしないけど、ひとまず左方向な。ノックしてもしもし。あと200メートル先なんすけど、友情の分かれ道。方向は左らしいよ。ま、それはそれだよね。 すぐ坂ちょっとした分岐ポイント。左方向とか勢いで決めとけばいいんじゃねえの間もなくって感じで。素直にまっすぐ行きゃいいんだ。小細工なんかすんなよ。もうすぐ左方向だってさ、早めに分かってよかったじゃん。おーい俺ここにいるから、分かってるよね。あと 1km 走ったらさ、 ダンディな交差点をざっくりぎっくり、左方向。あれこの道、俺が教えたのと違うじゃんなんでなんではぁオートリルート、スタート。はい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 。今、新ルート探してんだけど、どうすっかなえっと、タヌキの出る道と、ゴリラの出る道。うわぁルート外れてんじゃねえぞオートリルートを始めるんで、そこんとこ、しくよろ。 ちょっと聞いてんのルート外れてるぞ戻ってこいいよいよ、大鳥ルートの開始です皆さん、盛大な拍手をお願いしますこの道、まずいんじゃねえの本来のルートから外れてるぞオートリルートを始めます。つうか、もう始まってるから、新しいルートに変えるぞ。なお、文句は一切受け付けません。 おいおい、迂回しすぎだぞ早く元のルートに戻らないと、面倒なことになるってオートリルートを始めちゃうよ。んお前今、明らかに変なこと考えたでしょ男に二言はない。道順を変えると言ったら、意地でも変えるぞ。止め、この道、まずいんじゃねえの本来のルートから外れてるぞオートリルートを始めます。つうか、もう始まってるから。 旦那、いいネタありますよ。実は、ここから200メートル先。斜め左手前方向ですよね。それしか、ないですもんね。間もなくって感じで。斜め左手前方向という、哲学的に複雑な方向だ。微妙なよ。すげえ近く右方向だってさ。 一応伝えるだけ伝えだからな。その後を続けて。ザ・目的地のエリアまで来たっつーの。なんか俺、ナビの才能とかいろいろあるかも。<laughs> お前の運転、別に嫌いじゃないからな。すっげえ暇だったら、また来てやるよ。あ、お前の運転、イエスだね。